く攻めば多くの人命が無意に失われる。それだけは防がねばならん。なぜわしが前線で戦わねばならんのだ。へっ、そこでへたばってやがれ。ジオン軍は急激な戦線の拡大によって開戦当初の勢いを失いつつあります。しかし戦として我が軍は劣勢を覆すことができず、厳しい状況が続いています。だが今我々にできるのは耐えることだけだ。 V 作戦が完成するまでな。開発部のレーダーから通信です。回線を回します。レービル将軍、 V 作戦による新兵器の開発は順調です。すでにモビルスーツのコアユニット、コアファイターおよびモビルスーツの母艦となるペガサス級強襲揚陸艦の設計が終了しています。承認さえいただければすぐにでも開発を開始することができます。開発部より報告します。モビルスーツのコアユニットとして開発を進めていた多目的戦闘機コアファイターが完成しました。この機体の完成によってようやくモビルスーツの開発を本格的に開始することができます。 V 作戦は順調に進んでいるようだな。だが時は一刻を争う。できる限りモビルスーツの完成を急いでくれ。了解しております。お任せください。デートの時間に遅れちまう。さっさと片付けさせてもらうぜ。自分で言うのもなんだけどな、2枚目は負けないって決まってるんだ。何？私に立てつくつもりか？笑わせるな。いい目に合わせてやるよ。所詮ゴミはゴミなんだよ。レビル将軍、 V 作戦によってモビルスーツが完成したとしても、ブームで失った宇宙艦隊の再建を果たさねば我が軍の勝利はありえません。宇宙艦隊再建計画ビンソンを提案します。計画の承認をお願いします。うわっ、しまった、測られたか。前方は成功、正面より攻撃する。貴様に戦略を運転する資格はない。寒い時代だとは思わんか。敵に向かっていっても無駄だ。戦いがもたらすもの見極めねばならん。を返させてもらう。大義のためだ。許せ。見たか、我が軍はまだまだ戦える。貴様覚えておけ、必ず後悔させてやる。勝利は確実だ。お前ごときがどんなにわめこうともな。バカね、飛んで火にいるなんとやらだ。予定通りだ。すべてが順調だ。レビル将軍、ついに連邦軍初のモビルスーツタンタンクが完成しました。しかし少々問題が。モビルスーツというより戦車のような兵器だと聞いてはいるが。いえ、それはそうなのですが、ただの戦車ではありません。61式戦車の数十倍の戦闘力を誇る優秀な兵器です。やはり戦車ということかな。いや、しかしこのガンタンクの開発によって我が軍のモビルスーツ開発技術は飛躍的な向上を果たしております。月
の機体の完成をお待ちください。おいおい、力むなよ。気楽に行こうぜ、気楽によ。レディーキラーの名は伊達じゃねえ。え、まあ戦いには関係ないけどな。早い、早いよ。こういう時、慌てた方が負けなのよね。抜け抜けと、よくもまあ。ね、狙ってやがる。このままじゃ、俺だって。開発部より報告します。V 作戦による第2のモビルスーツ、ガンキャノンが完成しました。今機は中距離支援用の機体であるため、格闘戦能力を持ちませんが、ジオンのザクを圧倒する高い火力を有しています。ようやく完成したようだな、連邦軍のモビルスーツが。はい、しかしまだ我々が目指すモビルスーツが完成したわけではありません。引き続き開発を進め、さらに強力な機体を作り上げています。やれるとは言えないけど、やるしかないんだ。開発部より報告します。モビルスーツの母艦として開発を進めていたペガサス級強襲揚陸艦が完成しました。この船があればモビルスーツの能力を最大限に生かすことができるでしょう。私に逆らうことの無意味さにもっと早く気づくべきだったな。よし、徹底的にやってやる。開発部より報告します。ついに連邦軍の技術を結集した高性能モビルスーツガンダムが完成しました。まだ試作の段階ですが、このガンダムさえあれば我が軍の勝利は間違いありません。レイ隊、ガンダムとはそれほどまでにすごい機体だというのか。はい、ルナチタリウムの装甲、戦艦並みの威力を持つビームライン、ザク程度のモビルスーツでは到底太刀打ちすることはできないでしょう。あとは最終テストを残すのみです。同胞をお待ちください。獲物を捕らえた。一気に攻めるぞ。もう少し骨のあるやつだと思ったが、ただのネズミだったな。かく、ここが私の死に場所になるとはな。戦場ではビビった者が死ぬんだ、覚えておけ。突破するんだ、何が何でも。回避行動を取り出す、攻撃する。大丈夫なのか、この戦力で戦えるのか。開発部の霊体から通信です。回線を回します。サイドセブンでのテストは順調のようだな。はい、予想以上の高性能を発揮しております。まずはテスト映像をご覧ください。相手が兵器なら人間じゃないんだ。僕にだってできるんだ。戦いなんてもんは臆病でちょうどいいのよね。ついに我が軍のモビルスーツは完成しました。あとは試作モビルスーツと開発データをサイドセブンから持ち帰るだけですが、万一の場合に備えペガサス級強襲揚陸艦ホワイトベースを回収に向かわせてください。レイ隊員の言う通り、 V 作戦の回収は重要な任務です。ただの輸送任務ですが、ホワイトベースは信頼できる人材に任せるべきでしょう。パオロ・カシアスを艦長にしてはいかがでしょうか。はい、それではパオロ・カシアスにホワイトベースを任せ、サイドセブンに向かうよう命じます。V
戦い厳しくなりそうだ。理由はわからないけど危険な感じがする。貴様らが知らぬ古来の戦法というものを教えてやろう。左舷弾幕薄いぞ。攻撃中何やってんの。大丈夫かしら。けれどうまくいきます。信じましょう。作戦を遂行するために全力を尽くすのがなぜいけない。レビル将軍、ルナ2より緊急連絡です。サイト7が敵の攻撃を受けました。研究施設は大破し、ホワイトベースの乗務員にも多数の死者が出たようです。なお情報が確かなら敵はあの赤い彗星。まさかホワイトベースは無事なのか。はい、今のところは。しかしパオロ艦長が戦死し、極めて危険な状況にあります。そうか、あのパオロがな。だがホワイトベースはどうやって赤い彗星の攻撃を切り抜けたのか。信じられない話ですが、士官候補生のブライト・ノア少尉が艦長代理となり、民間人の少年少女たちが戦闘を行っていたようなのです。敵か。やったぞ。これで安心だ。どけと言ったのにどかないからだ。報告します。偵察部隊によると、ホワイトベースは大気圏に突入する際、赤い彗星シャアの攻撃を受け、進路の変更を余儀なくされました。降下地点は北米ジオンの勢力圏内です。わしに任せなさい。このやつ一発じゃ。こんなじじに負けるなんてだらしない。もう貴様らを見逃すわけにはいかん。腕が操縦できない。勝ったよマリア。報告します。偵察部隊によると、北米に降下したホワイトベースがガルマ地上軍に応戦し、これを退けることに成功しました。しかしこの戦闘でホワイトベースは消耗し、補給を求めています。デビル将軍、補給を行うことができればホワイトベースは自力でこの危機を乗り越えることができるはず。ホワイトベースを敵の手に渡すわけにはいきません。私を行かせてください。ありがとうございます。補給部隊を編成し、ホワイトベースの元に急行します。うわぁ、落ち着くんだ。うわぁ、頼む逃げてくれ。あの臭い理想論かもしれない、だけどこれ以上死なせたくないんだ。やめろ、俺はミュージシャンなんだ。戦いなんか向いてねんだよ。やったよビビ、なんとか生き延びることができたよ。私だって死にたくないのさ。脱出するよ。報告します。ホワイトベースはジオン地上軍の攻撃を見抜けました。また未確認ですが、この戦闘で地球攻撃軍司令官ガルマザメが戦死したという情報も入っています。やる気かい。あんたの腕じゃ私は倒さないよ。援軍はまだか。うわー、俺は死神じゃない。お手並み拝見といこうじゃないか。死なせません。誰一人とて死なせませんぞ。わしには女神様がついておる。負けはせんよ。また生き延びちまった。こんな舞台のおめこぼしなしか。こんなところでやられるわけにはいかない。いけるか。
シミュレーションと同じというわけにはいかないか。シミュレーションにはできたんだ。なんとかやってみる。僕だってパイロットなんだ。アムロみたいにやってみせる。この虚しさは何なの。おやめなさい。私に恨みがあるわけではないでしょう。愚か者め、拭うことのできぬ恐怖を体に刻み込んでやろう。正しいけど、これ戦争なのよね。てやなんてお上手なんでしょう、僕。強い。僕はあの敵に勝ちたい。ここを抜かせるわけにはいかない。将軍、我が軍の秘匿回線がジオンの乗っ取りを受けています。弟の死さえも戦いの道具にするとは、辛い戦いだな。敵部隊沈黙。第一戦闘配置を解除する。偵察部隊より東南アジア方面で敵新型モビルアーマーらしき未確認飛行物体を発見したとの報告がありました。調査部隊を編成し調査すべきではないでしょうか。了解しました。では第 08MS 小隊のシロアマダおよびカレン、サンダース、エレドア、ミケルの5名に調査を命じます。自分を信じれば勝つのは見えてくる。この戦いで証明してみせる。報告します。08小隊が未確認飛行物体と交戦しました。やはり小隊はジオンの新型モビルアーマーのようです。08小隊には調査を継続するよう伝えておきます。負けるか、負けるもんか。俺は負けんぞ。どうしたんだい、そんな攻撃じゃ私は死なないよ。これ以上の戦闘は無意味だ。投降しろ、命は助ける。この戦いで多くの部下を失った。これ以上やらせるわけにはいかん。どうだ、分かったかい。あんたの腕じゃ無理だってさ。ビビ、心配しないで。僕は必ず生き残って戻るから。報告します。行方不明となっていたシロアマダが帰還しました。しかし行方不明中にジオン兵と接触してきたらしいのです。小島の言う通り、シロアマダは敵と通じた可能性が高い。それでも調査を続けさせるというのですか。まさか調査を続けると。どうなっても知りませんぞ、レベル将軍。それでは第 08MS 小隊に調査の続行を伝えます。なお、シロアマダの上部 RX-79 は敵モビルアーマーとの戦いで大破しています。調査を継続するために修復作業を行うよう手配しています。やる気かい。あんたの腕じゃ私は倒せないよ。やったー、敵をやっつけたんだ。政治や思想のためじゃない、仲間のためなら戦える。これで勝てたらおめでとうってところだな。僕はパイロットだ。もう何でも枝なんて呼ばせないぞ。手間取っていけば勝てるものも勝てなくなる。やるぞ。いい、俺がこいつを抑える。レビル将軍、
ホワイトベースが再び敵の攻撃を受けました。今度の敵はランバラル。青き巨星ランバラルが独立部隊です。今は攻撃を防ぐことができているようですが、ホワイトベースの物資は底をつき、危険な状態が続いています。赤い彗星にダルマザル、そして青き巨星か。彼らがニュータイプ部隊でもなければこの戦果を説明することはできんな。将軍、彼らが本当にニュータイプだとしたら、こんなところで死なせるわけにはいきません。彼らの行く末見届けたいとお思いになりませんか。ホワイトベースへの補給を許可してください。ありがとうございます。ホワイトベースをむざむざ敵にやらせるわけにはいきません。全力を尽くします。貴様ら、何人やれば気が済むんだ。どっちが強いか試してみよう。本気でやるぜ。俺の手ぶらじゃ帰れないもんでね。へへへ、撃墜スコアはもらったぜ。当たり前だろ、お前らなんかに負けるわけないんだよ。よし、この先で追い詰めるぞ。スピードを上げるぜ。いけるか。貴様の目的は何だ。真の目的を見せてみろ。俺は軍人だ。ザビキの伝統を作る軍人だ。死にはせん。やったぜ、ざまあ見やがれ。遅い、遅すぎるんだよ。そんな動きじゃ俺には勝てねえぜ。私を不愉快にするのはお前か。もちろん敵だ。周りに民間人は。できる限り助けなきゃ。強い、これほどの敵がいたとはな。補給隊より報告します。ホワイトベースはランバラル隊の残党と交戦し、これを撃破することに成功しました。しかし残念、ガンタンクのパイロット、リュウ・ホセイが戦死しました。このような悲劇を繰り返さないためには、この戦いを終わらせねばなりません。黒い死神の死の踊り、見とれるんじゃねえぞ。我が軍はこれより、オデッサ攻略作戦を開始する。ジオンの生命線、オデッサを制圧することができれば、地上の戦局は我が軍に大きく傾くはずだ。諸君らの戦闘に期待。無駄な血は流したくありません。なあ、仲間に伝えておいてくれ。踊る黒い死神を見たら逃げろってな。恥をかきたくなかったらさっさと失せな。レヴィル将軍、ホワイトベースからエルランがジオンのスパイであると報告がありました。そうか、連邦内部にスパイがいるとは思っていたが、まさかエルランだったとはな。至急エルランを逮捕せねばならんようだ。教えてあげる、本気の戦いってやつをさ。雑な戦いだね。それじゃあ私に勝てやしないよ。敵を発見した。情報収集を開始する。おっと、油断すると足元を救われるかもしれない。私の動き捉えられる。戦いは一瞬で決まる。迷いがあった方が負ける。それが戦場の掟だ。この程度調査結果を修正しなくてはならない。私が生き延びれば
軍は失われる。生き延びねば。勝ったわ。だけど私だっていつああなるか。気をつけろよ。手加減はできねえからな。あったけどこんなんじゃ次どうなるんだ俺。私もただの技術屋だったようだ。何？もう終わり？すまんねえな。邪魔する奴は許さない。してやる。トレイ、やってやるぜ。報告します。マチルダ隊からホワイトベースが回収した V 作戦の研究データが届きました。その研究データをフィードバックすることで我が軍の軍事技術は向上するはずです。所詮こんなものか。まるで人形じゃないか。敗北して笑い者になるのは何としても避けたい。わかるね。我が軍は貴様らなどに屈しない。何があってもな。将軍、オデッサ基地司令のマクベから通信が入っています。大丈夫、切り抜けてみせる。デビリーを聞こえるか。オデッサから手を引け。サムライと核ミサイルを発射する。今すぐ壊さないと厄介なことになるな。敵は核ミサイルを発射すると言っています。オデッサから撤退しますか、それともこのまま戦いを続けるのですか。本当ですか、レビル将軍。核ミサイルを撃つと言っているのですよ。核ミサイルを発射せよ。将軍、ホワイトベースから連絡です。ホワイトベース艦長代理、ブライトノアです。ガンダムならば核ミサイルを破壊することができるかもしれません。識別を確認、攻撃します。そのようなことが可能なのか。わかりません。しかしやってみる価値はあるのではないでしょうか。わかった、君たちに任せよう。頼んだぞ。ガンダムが核ミサイルの破壊に成功したようです。そうか、またホワイトベースに助けられたようだな。ガンダム小作士、私に使う気はないが、身の安全は保証してやろう。引け。命を無駄にするのではない。報告します。ホワイトベースはジオンの黒い三連星と思われる新型モビルスーツの撃破に成功しました。しかし残念なこと、この戦闘でマチルダ・アジャンがホワイトベースを守るために壮絶な最後を決めたようです。そうか、だが彼女の死は決して無駄死にではない。彼女が守ったホワイトベースの働きによって戦局は我が軍に傾きつつある。彼女のためにもこの戦い負けることはできんな。戦争だからって何をやってもいいのか。都合のいい言い訳ばっかり言うな。レビル将軍、キャリフォルニアベースから発進したジオンのジャブロー上陸部隊が全滅しました。この失敗によってジオン地上軍の戦力は著しく低下していると思われます。うん、ようやく我々が攻撃する番が回ってきたようだな。将軍たちを招集してくれ。了解しました。破壊は何も生み出さない。だが
誰かがやらねばならんのだ。大した鼻息だ。私に組みするつもりはないようだな。不愛想なる君たちが地球圏を手にする資格はないんだ。愚かな乗り遅れた者の浅はかさよ。しかしこうももろいとは。どんな手を使ってでも勝つ。これは戦争だ。いつまで続くんだ。引導を渡してやる。逃げんじゃねえぞ。機体の性能のおかげか。まさか真紅の稲妻と呼ばれたこの俺が。なんだよあいつら。来るな来るな。まだ終わらないのか。戦場は地獄だ。だったら、しばらくは臭い飯だな。戦いは常に流動的なんだぜ。君も少しは頑張ったらどうだ。俺のスピードについてこれるかい。開発量行くぜ。対要塞専用計画ソーラシステムの開発計画が提案されました。計画の採用をご検討ください。やめろ。抵抗しても無駄死にするだけだってなぜわからないんだ。楽しいぜ獲物を見つけた瞬間はよ。敵です。攻撃します。へっ、楽なもんだぜ。忘れんぞこの屈辱。絶対に忘れんぞ。迂闊だなこの僕の間合いに入ってくるなんて。開発病院ソーラシステムの開発は終了したと報告がありました。残念ながらソーラシステムは機構上の問題から一度しか照射できないようです。注意して使用してください。落ち込むな。これが実力の違いってやつ。我が軍はこれよりソロモン攻略作戦を開始する。ジオン本土を守るこの要塞を攻略できなければジオンに勝利することはできない。諸君らの健闘に期待する。開発部より報告します。駆動部分を電磁気で包むことでモビルスーツの運動性能を強化する技術、マグネットコーティングの実用化にようやく目処がつきました。マグネットコーティング研究計画採用をご検討ください。了解しました。マグネットコーティングの研究を開始します。一日も早い実用化を目指しますのでご期待ください。開発部より報告します。かねてより進めていたマグネットコーティングの実用化に成功しました。この技術を応用することで高性能の機体を開発することが可能になります。あるだけの弾薬をぶち込んでやる。バカな、この程度で。敵にキャッチされたか。攻撃を開始するぞ。誰だ。誰が僕を見ているんだ。
変わってゆくわ。私たちと同じように。そうだよ、ララの言う通りだ。アムロは本当に信じて。信じるさ。君ともこうして分かり合えたんだ。人はいつか時間さえ支配することができるさ。アムロ、時が見える。すまんが、まだ死ねんのでな。本気でやらせてもらうよ。ようやく切り抜けることができたか。よく生き抜いたね。これが戦い。やらなければ僕がやられていたんだ。我が軍はこれよりア・バオア空攻略作戦を開始する。ジオン軍の最終防衛拠点であるこの要塞を攻略することができれば、ジオン本土は我々の前にその姿を晒すのだ。諸君らの健闘に期待する。当然だ、私が負けるわけがない。緊急事態です。ジオン軍の機関グレートレギンが和平交渉のため投降してきました。グレートデギンだと。まさかデギン皇王が。辛いようだな、ジオン。だがこの和平交渉応じるべきだろうか。いや、ジオンは徹底的に叩く必要がある。デギン皇后には申し訳ないが、ここは断るべきだろうな。レビル将軍、ジオンの新兵器ソーラレイの正体が判明しました。ソーラレイとはコロニーを利用した超巨大レーザー兵器のことです。この兵器は狙われています。全軍に伝えよう。この空域から急速離脱する。まとめて相手にしてやる。かかってきやがれ。貴様らの攻撃など俺様には通用せんわ。ようやくア・バオア空が落ちたようだ。最終防衛拠点を失ったジオンに抗戦を続けるだけの戦力は残されていない。間もなく戦争は終わるな。だが、そう簡単に行くとは思えんな。相手はあのギレンだ。徹底抗戦の意志は崩すまい。将軍はジオンがまだ戦争を続けると、そう思っているんだね。いささか考えすぎではないかな。レビル将軍、ジオン本国のギレン総帥から通信です。早速来た。ジオン本国に回線をつないでくれ。了解しました。私はジオン公国軍総帥ギレン・ザビである。我々には最重点を完了したソーラレイを再び発射させる用意がある。もしこのまま戦いが継続するのなら再度の発射も辞さない。これ以上の戦いは両国にとって無益だと思わんか。兵を引いてもらおう。残念だが、そのような脅迫に応じることはできんな。だがジオンが和平を望むのなら交渉に応じることはできる。和平だと？アバオア空を落としたくないでいい気になるなよ。貴様らが兵を引かぬのならソーラレイで焼き尽くしてくれる。話し合いの余地はないよ。私にできるのかしら。覚
族を亡くした身だ。ためらいはない。甘く見ないでね。私にだってできるんですから。女の子だからってバカにするからよ。無念だ。力が及ばなかった。僕は自分のできることをやるだけだ。アムロ、うまくやれよ。我が軍はこれよりグラナダ攻略作戦を開始する。この基地はジオン本土を攻略するための橋頭保として高い戦略的価値を持つ。諸君らの返答に期待する。勝ったなんて思うな。次は絶対にやってやるからな。分かっている。この敵を倒せばいいのだろう。ちゃあ、飯食う暇もないのかよ。敵を知り己を知れば百戦危うからずです。こっちの方が少しばかり実力が上だったようだな。私の居場所はここじゃ。どこに帰ればいいの。軍人っていうだけで男勝りと思わないでよね。報告します。アレックスの開発を行っていた研究所がジオン軍の襲撃を受けました。研究施設は大きな被害を受けましたが、アレックスは脱出に成功。現在サイド6に向かっています。やらなきゃいけないことなの。逃げ出すわけにはいかない。我が軍はこれよりサイド3攻略作戦を開始する。ジオン軍の本拠地であるこのコロニーを制圧することができれば、戦いに終止符を打つことができる。地球の命運は諸君らの双剣にかかっているのだ。危険な戦いになるかもしれない。しかし我々が必ず勝利すると私は信じている。反応が早すぎて怖いくらい。諸君らの健闘に期待する。こんな敏感な機体実戦で使えるの。不潔よ、不潔だわ。あなたなんか、あなたなんか。正しいことなんてどこにもない。今は自分にできることをするだけ。戦わなければもっと多くの人が死んでしまう。仕方がなかった。しかし戦いはこの一戦で終わりではないのだよ。やればできる、やればできるんだ。みんなにできたことだ。僕だってやってみせる。強い相手でもバランスを崩した時なら倒せる。これ、シュートの話だから。いい腕だ。私の狙いを外すとはな。父さん。おお、アムロか。そうだ、この新型メカをモビルスーツに取り付けろ。戦闘力が数倍に跳ね上がる。すぐ取り付けて試すんだ。こんな古いもの。父さん、酸素欠乏症にかかって。サイド3防衛部隊完全に沈黙。アムロ、ジオンには我が軍に抵抗するための戦力は残されていません。これ以上の戦闘は無意味だ。ジオン政府に降伏勧告を行って、何としてもコロニー内の戦闘は避けたい。了解しました。これ以上の犠牲は何としても防がねばなりません。しかしジオンは受け入れてくれるでしょうか。スペースコロニーは外からの攻撃に弱い。開戦時にそれを証明したのは彼ら。受け入れるよ。必ずな。やりづらいんだよな、悲壮ぶっちゃってさ。このまま見過ごすわけにはいかん。攻撃する。慣れていくのに自分でも分かる。
おお、アムロか。そうだ、この新型メカをモビルスーツに取り付けろ。所詮私はヒトラーの尻尾だったと。